おはようございます。釣り子 TV です。これ売ってましたね。レイドジャパンの新しいワーム、マグナムツーウェイっていうことで、先日登場したビッグツーウェイに続いてですね、マグナムもね、パンパーンと出てきましたね。ちょっとね、気になっていたワームなので、早速ね、一袋買ってきてみたんですけども、結構ね、やっぱりもう外から見てもあこれはマグナムだなっていうね、そんな感じのね大迫力のボディが見えるんですが、カラーはですね、ドバミミズっていうカラー選んでみまして、そんでね価格がですね、5本入りで850円だよっていうね、こういうことみたいですね。でパッケージはレイドジャパンのいつものこのね、オレンジと黒の遠くから見てもあレイドジャパンだってわかる、こんなパッケージに入って売ってるんですけども、じゃあ早速ね開けていきたいと思います。こんな感じでね、まだね匂いとかはそんなに感じないですが、どうでしょう。あーなんかね独特なね匂いがしますね。なんか魚が好きそうなね、匂い付きということで、で、デローンと、ね、うわっ手がギトギトになっちゃいましたが、こりゃでかいですね。ビッグツーウェイでも、まあまあ、まあ関東なんかで釣りするにしては、ちょっと大きめのサイズかなーなんて思ったんですけども、このマグナム、ね、手のひらからね、ちょっとこのひらひらがはみ出ちゃうぐらい、そんなボリューム感と、あとね、手にね、ずっしりきます。そんでもって、結構ね、張りのある素材ですね。めちゃくちゃ柔らかかったらこう思ったらねダレーンってなっちゃいそうですが、ここの中心の丸っころなんかもね結構太めにデザインされているので、結構形がねこう保持されるというか、比較的張りのあるボディじゃないかななんていう風にね触ったら感じますよ。そんでもって、こういう感じで細かいリブがいっぱい入っていて、裏っ側ねこんな感じね、ここも結構空気をはらみそうな、そういうちょっとね深めのリブがね入っているのが見えるんじゃないかなと思うんですけども、でまあ手元の動画っていうことで、ちょっとね各ね 2way のサイズ比較ね、せっかく3種類登場したんで見ていきたいと思いますけども、まずはねビッグ 2way ね、こんな感じね。だいぶでかくなってないですか。でかくなった分ね、このボディが太くなってるんで体高があるので、非常にね、なんだろう、存在感が違ってきてます。はい。で、大人気のね一番最初に出たツーウェイなんかと比べるとこんな感じね。もうだいぶね、こんなね、サイズ展開するなんて想像もしてなかったんで面白いですね。これね、大人気。まあ、これね、そんで、やっぱ、ちょっと柔らかめなんですよね。スピニングなんかでこう、ほわ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 泳がせやすいような感じで、ここの丸いところがちょっとね、小さめに、で、細長くデザインされていて、これによってツーウェイ独特の柔らかい細かい動きが出るんですけども、ね、形は、似ておりますが、もうねこれもっこりね結構強めの真ん中の球体のパーツがあって、このすんごい溝落ちそうなね大迫力ボディ、まあ、こんな感じでねサイズ展開していて、いよいよですねマグナムも登場ですよっていうことで、でまあ楽しみだなと思っているのが、もうここら辺のちょっと小型サイズと違って、ここまでのサイズ感があったら、なんだろう、ラバージグとかにつけてこの水押しジグストなんかですごいいいんじゃないかななんてね、想像してねいるんですけども、このまあまあもちろん真ん中出しでねこういう水押しも楽しみなんですけど、こう長くて後ろにさらにこのズポッ
っとねこう質量のある、まあ、テールみたいな感じになって、このねこん棒みたいなところが水をグイングイングインバタンバタンなんて押したら、ね、こっちに通し出しのね、ジグストなんかでまず使ってみたいなっていうね。もちろんね、ミエバスなんかこんな感じのあんまり見たことないでしょうから、そういうのに脳進化で投げてみたいななんていうのもあるんですけども、じゃあ、重さの方、ね、測っておきたいと思います。これね、何グラムぐらいなのかなっていうことで、じゃあねまずねこの新しく出たマグナム2ウェイですね、これは何グラムでしょうか。もうはみ出しちゃうねこれね、こんな感じで 18.9 グラム、およそね19グラムぐらいあるんですねこれ。あーこりゃーね脳進化でもぶっ飛んでいきそうですがね、やはりラバージグのトレーラーとかテキサスリグのトレーラーなんかで、使ったらねこのボディの重さとプラス組むとしたら8分の3オンスとか、そうですね2分の1オンスとかで組むと思うので、結構遠くにかっ飛んでいって広範囲を一気に探れそうな、そんな具になるんじゃないかななんて思います。まあおよそ 19g ぐらいねあるということで、んで、先日出たですねビッグツーウェイね、これは何グラムぐらいだったかな、改めてこれ 8g って出てますからね、もうマグナムですね、倍以上ね。そうなんかね見た目よりこのやっぱりね体高があるから、すんごいね手にプッと持った時もねこうツシッてくるんですよね。この質量が水をガンって押して、なおかつこの長い触手がねビロリロリロンとこうねアクションしたら、これはまあ釣れそうだな。で一番最初に出たまあねこのツーウェイはね 3.4g っていうことで、もうだいぶちょっと使い方とか考え方もね変わってくるんじゃないかなってね。レイドジャパン本当ね動画とか面白いやついっぱい出てくるからね、これその各ねプロの人がどういう感じでマグナム使いこなすのかなんてね、そんな動画なんかもね楽しみなんですけども、まあ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 でねまあ、今日今の時点で釣り具屋さんね帰り会社の帰りにバッて寄ったらまだねカラーなんかもずらーって並んでたから、このビッグツーウェイ出た時もねなんか一気にすごい数ねカラー展開も含めてずらーっと並んでたんで、まあ、この週末なんかにね釣り具屋さんなんか行ったら比較的買いやすいんじゃないかななんて感じますけども、これねマグナムサイズ皆さんだったらこれどういう感じで使えますか。まあ、うん、さっきから言ってるんですけど、自分はそのねラバージグのトレーラーとかそんな感じかな。それで、ミシマコとかねはたまたトズラッパラダムとか、まあもちろん亀山ダムとかで、それでまあ中層の上のレンジをバタ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 やってPR してね釣ろうかななんていう風に、考えておりますが、皆さんのエリアの釣り場だとどんなリグとか合いそうですか。まあねとりあえずこうやって重さとかも測って、でね今もう夜なんですけども、これから夜通しねちょっと昼間ね明かりが差し込んじゃったりしてなかなか取りづらいんですけども、このねせっかく手に入れたマグナム2ウェイ使って、これで水槽使ってね水中で各リグねダウンショットとか、そのトレーラーねラバージグのトレーラーにしたり、リーダーレスダウンショットのトレーラーにしたり、ちょっとねいろいろ試そうと思いますので、まあそれでね自分なりにもね妄想を膨らましてね、実際釣り場行くまでにどういう感じで使おうかななんていうふうに考えていこうと思いますが、どんな感じの使い方、皆さんだったらしますか。これねちょっとやっぱ重いしね、そうですね、ちょっと想像がつかないんですよね。あ、それと5本パックだから1本いいかな。まずねこの
沈む虫使いなんかもしてみたいので、ちょっともったいないけど、これね、切ってそれぞれの重さも測っておこうかな、なんて、そうだ、思っていたんだ、忘れてました。はい、ね、台座用意して、カッターナイフ用意して、もうね、ズバッと切っちゃいますね。沈む虫使いね、まあフロック的な大きさにもなってくるんじゃないかな、なんて思うんですけど、ちょっとね、ここでズバーっと、はい、はい、切っちゃいましたね。こんな感じ。そうね、これでも使いたいな、なんて思って、まあちょっとベイトタックルで、で重めの吊るしね、ビン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 ってやって、そんな感じの使い方もしたいなと思って、これのね、各重さも測っておきたいと思います。まずね、このオリジナルがおよそ 19g ですよね、まあ、18.9 とかね。そんで、この頭のあるバージョンね、この虫ね、頭のある虫、これは何 g かな、9.6g って出ましたね。あ、ベイトフィネスと言わず、もう、ちょっとしたミディアムヘビーとかのね、ロッド でちょっと太めの針をつけて、吊るし、もしくはそのちょっとカバーの奥に投げて、この形だったらバックスライドもしてくれるんじゃ、リブが邪魔するかな、ちょっとね、それも水槽で見てみたいなと思うんですけども。じゃあね、この頭のないやつね、こっちね、この頭のあるバージョンで、こっち頭のないやつだと 9.1g ね。これもまあベイトフィネスと言わずに、通常使いのベイトタックルで、結構これに針つけたら 10g ぐらいになるでしょうから、ズバーンと飛んでいくんじゃないかなってね、そんな感じですね。まあ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 、早速ね、こんな感じで、一つねカットしてみちゃいましたけども、まあこの時点でもう2ウェイと言わずですね、3ウェイ、4ウェイ、5ウェイね、そんな感じで使い方がね、妄想が広がっていくってね、ほんとなんかこういう感じでね、2ウェイと言わずね、いろいろ使えるのがこのね、2ウェイシリーズの楽しみじゃないかな、なんて思いますので、まあまあまあ、いよいよですね、このマグナム2ウェイ、店頭に並び出したので、この週末ね、釣り具屋さんなんか行ったら要チェックじゃないかな、なんていう風に思います。それではね、ちょっと長くなってきちゃったんで、もう早速ね、これから水槽でね、どんな感じで動くかね、ちょっと夜通し撮影して、まあなんとか明日にはね、編集完了してあげたいと思いますので、引き続きですね、よろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、レイドジャパンから2020新しく出たですね、期待のワームマグナム2ウェイ、これをですね、開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。